あるところに、ずんだもんちゃんという女の子がいました。ずんだもんちゃんは、とっても羨ましがり。自分の持っていないものを持っている人が、羨ましくて、羨ましくて、その人と同じものが欲しくなってしまいます。そうしてお母さんに、おねだりをするのです。お母さん、お母さん。なーに？どうしたの？ずんちゃん。僕も花瓶に入ったお花が欲しいのだ。お部屋に飾りたいのだ。どうやら幼稚園のお友達の家に遊びに行った時に、綺麗なお花が花瓶に生けてあるのを見て、自分も欲しくなってしまったようです。お庭のお花を切るのだ。切ったお花をいっぱい花瓶に入れて、お部屋にいっぱい飾るのだ。ずんだもんちゃんのお家の庭には小さな花壇があり、毎年暖かくなると綺麗なお花が咲きます。ずんだもんちゃんはそれを知っていたのでした。ずんちゃん、でもね、お花は一度切ってしまうと短い時間で死んでしまうのよ。お部屋の中にお花があったら確かに綺麗だけど、お母さんはかわいそうだと思うわ。なんでなのだ。キリタンのお家のお部屋にはいっぱい飾ってあるのだ。キリタンは良くて、どうして僕はダメなのだ。ずるいのだ。僕もお花が欲しいのだ。花瓶に入れてお部屋に飾りたいのだ。お母さんは最初は渋っていましたが、最後はずんだもんちゃんのおねだり攻撃に負けてしまいました。一輪だけね、お約束よ。やったのだ。嬉しいのだ。お花を切ってくるのだ。待って、ずんちゃん、お庭のお花はまだ咲いていないの。ようやくつぼみができたところだわ。今はまだ赤ちゃんみたいなものなのよ。さすがに今切ってしまうのはかわいそうすぎるわ。もう少し成長して立派なお花を咲かせてからにしましょうね。それまで待てるかしら。待たないといけないのだ。お花はいつになったら咲くのだ。そうね、もう少し暖かくなったら。あと数日、長くて1週間くらいかしら。はう、わかったのだ。それからずんだもんちゃんは毎日花壇の前に座って、お花に声をかけるようになりました。お花さん、お花さん、早く大きくなってくださいなのだ。大きくなって、綺麗なお花をいっぱい、いっぱい咲かせてくださいなのだ。お花さんは言葉を話すことができません。でも、ずんだもんちゃんは、自分が声をかけると、お花さんが、にっこりと微笑んで、返事をしてくれているような気がするのでした。もうちょっとだけ待ってね、ずんだもんちゃん。私、一生懸命頑張っているの。きっともうすぐ、綺麗なお花を咲かせるからね。そんな声が、聞こえるような気がするのでした。つぼみは毎日、少しずつ、成長していきました。ずんだもんちゃんは、その様子を見て、心の奥に、不思議な、温かい気持ちが湧いてくるのを感じました。そして、一週間後。お母さん、来て、来てなのだ。早く、早く来て、見てほしいのだ。どうしたの？ずんちゃん。お花が咲いたのだ。あらあら、本当ね。とっても綺麗、それにいい香り。元気いっぱいに咲いているわ。ずんちゃんが一生懸命見守ってくれたおかげかしら。うん、僕頑張ったのだ。うふふふ、そうね。そうしたら一輪だけ切って花瓶に生けようかしら。待ってほしいのだ。うえ、お花を切らないでほしいのだ。せっかく頑張って咲いたのに切ってしまうのはかわいそうなのだ。ずんちゃん、お友達のお家みたいにお部屋の中に飾らなくていいのね。いいのだ。人は人、僕は僕なのだ。ずんちゃん、そうね、その通りだわ。
見て、ズンちゃん。この子とこの子は少し色が違うでしょう。この子とこの子は大きさが結構違うわね。この子は少し咲くのが遅れているわ、のんびり屋さんなのかもね。お花さんも一輪一輪、みんな違いがあるのね。でも、みんなそれぞれに綺麗なお花さんだわ。一輪だけなら切ってもいい。お母さんはこの前、そう言ったけど、間違っていたわ。ごめんなさい。死なせていいお花なんて、どこにもないのね。うん。みんな、僕のお友達なのだ。そうね、その通りね。大切にしていきましょうね。うん、大切にするのだ。二人は互いに微笑んで、お庭に咲いた、綺麗な花々を、優しく見つめたのでした。おしまい。